応はやめてください。あと誹謗中傷メタ、下ネタ、9番さん女性なので下ネタも禁止といたします。あと役の先取りも禁止といたします。 OK です。お待たせいたしました。ありがとうございます。それでは準備開始ボタンをよろしければお願いします。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は騎士です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入り、9番のプレイヤーが発言します。はい、村人順位です。特にしようございません。まあ人気曲なんで、シンコロンとか分かってる人多いと思うんですけど、初めての人が多いんで言っておきますと、人気曲においては多分にしよう、占いにしようとかになる可能性が高いと私は思ってるんで、まあ最悪3しようになったら人狼っぽいところ、黒、落ちそうなところから釣っていきたいなと思ってますかね。にしようになって2-2番面で霊能に関しては、個人的には釣り切りたいかなって思ってるかな。経験上どんなに使命が高くてもその人が強靭だった場合とかもあるから、最悪人狼で出る場合も超えるので、やっぱり釣り切りたいかなって思ってる。一陣が確実に釣れるからっていうところで。っていうとこぐらいかな、今言えるところは。ですかね。あとは釣り位置は、ちょっと難しいと思うけど、上げていきたいなって思ってますね。以上です。1番のプレイヤーが発言します。あ、よろしくお願いします。村人陣営の霊能者でした。霊能者でした。お願いします。もし、占いにしよう、霊能にしようになって、私の敵が現れた場合は、きちんと釣ってもらって大丈夫です。人外が少しでも落ちることを願ってるので。で、なんだろうな、少しでも考察残すのと保守的な発言で申し訳ないんですけれども、死んで決め打ってもらえるように、矛盾がない考察もできるだけ釣られたとしても最後まで残していきたいと思います。9番さんの印象なんですけれども、きちんと、やり慣れてない方っていうことも言っていただいた進行論とてもありがとうございます。印象はいいです。ただ色落ちはないです。あんまり自分の進行論っていうのはないので、はい、よろしくお願いします。2番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。2番です。村陣営です。1番さん例のを把握しました。まあ、9番さんから、9番さんも私は印象は良かったですね。ありきたりの進行論かもしれないけど、私自身久しぶりなんですけど、2やるのが。初めての人とか多いと思うんでって、2、2、3、1とかでも丁寧な進行論述べてらっしゃったのは印象がいいです。ただ色付けっていうのはできないですね。トップバッターなんで、2周目期待の位置は出れないかなって感じです。1番さんに関しては、精査は盤面が揃ってからしたいですね。一角を望んでますが、何も考えなくていいんで楽なんでね。おそらく太鼓って出るのかな。出たら一度そこの精査、しっかりしていきたいと思います。進行論付け加えるなら、2周目9番さんの位置に入ったとき、占い師と霊能さんはもう潜伏やめてスパッと出てほしいですね。その方が2-2なら霊能からになりやすいですけど、一度そこの精査とか、後続がしやすくなっていくんで、2周目9番までには番名は確定させてほしいと思います。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師です。6番さん白でした。で、霊能が1。もう対抗いるなら口頭で言っていいのかな。まあ、9番さんがもし対抗で出るなら、まあ、9番さんは、まあ別に普通に口頭だと思うけど。
かな。で、まあ、騎士については基本潜伏かな。多分2、2番目かなっては思う。いや、4から自分に行ってて、この後方、4、5、6、7、8。で、狂人と人狼で2し、あの、3使用するかなっていうので。3使用になったら、釣り切りもしくは、まあ、クロスでもいいけど、クロスになった場合、グレー行ってまた、こっちでもいいけど、まあ、どうだろうな。1が最終も出てるから、対抗で狂人出るんじゃないかなって思ってるけどね、霊能に。って感じかな。あとはまあ、対抗の占い師先の白の人とかのライン見ていきたい。4番のプレイヤーが発言します。そうですね。SG の村人するゲームじゃないんでね。黒を釣りたいですね。白くても狼を釣るゲームなんでね。そうですね。9番さん。進行論を言う狼もいるからね。わからないですね、色がね。2番さん。だから進行論を言う狼もいるってことが分かってないのかなっていう点で、って思いますね。なのでね、まあ、簡潔に言うと、自分以外に狼の可能性があるんだから、その狼の要素を拾わなかったらどうするのって話ね。そういうこと、簡潔に言うと。黒い人だけ狼にするならそれ簡単だからね。自分はし村って、村人だって分かってても、他の人が狼だっていうのは分かんないんだから。だからね、まあ、白狼。特に白狼ね、白狼1に入れたい。まあ、みんなに票が行かないような、行く人はもうみんなですればいいじゃないですか。俺の票はいらないでしょ。3番さんですか。まあね、とりあえず、まあ、今3番さんしかいないのでね。以上です。5番のプレイヤーが発言します。9番さんと1番さんが霊能者かな、CEO で。なんやろな、霊能者を1周目からその CEO するのは僕はどうかなとは思いました。なぜかというと、次の日になってから CEO した場合、結構ね、なんていうの？新芽が取りやすいかなとは思いましたけど、まあよくわからないけど、9番と2番と4番の色が全く落ちてなくて、ただのなんか考察っぽい、ただその人の印象を話してるだけで考察が全然伸びてないなと思いました。で、この中で一番僕考察伸びてないなと思ったのは、4番かな。4番がなんか印象しか言ってなくて、全然考察じゃなかったんで、ただの感想にしか聞こえませんでした。で、3番が占い師でしょ？でも、6番以降から8番の中で占い師が出た場合は、フラットに見るとして、今のところは3番が1人だから。以上！6番のプレイヤーが発言します。はい、自分村人陣営です。はい、役職使用は特にありません。3番差し出しありがとうございます。まあそうですね。まあ占い師1人しか出てないからね。何も言えないな、これ。まあ、とりあえず、もう、印象だけ言ってたらもう、みんな言うこと変わんないんだよね。そうそうそう。5番さんが言ってた通り、みんな印象しか言ってない。前の人の印象。わかる？ 2 番さんってあっち行って、みたいな。とりあえず、だから俺は、この際、1番さんの印象を言おうと思う。まあ、白黒、色落ちはない。ピンクや。俺の声が、男の子かな？わかんない。俺、女の子かと思ってさ、やっべえ、二人も女だったらラッキーみたいな、ちょっとまやかってかっこいいとこでも見せてやろうかなと思ったけど、9が女じゃない人は女1で、ちょっとモチベーション落ちるかなってぐらい。で、4番さんもね、もう人の印象しか言ってないからさ、小学生の感想文かよみたいな。次回します。7番のプレイヤーが発言します。はい、とりあえず占い師です。8番に白が出ました。把握お願いします。ということで、考察していくんだけど、9番さんの印象が僕良かったです。ただの進行論でなく、最後の言葉、釣り手上げていくって発言がすごく難しい位置であるのに、釣り手上げていくっていう発言があったら、なかなか俺的には印象良かったかなって感じです。で、ぐらいかな。まあ、とりあえずこう、どうやったっけ？5番さんが4番さん叩いて、6番さんが、まあ、叩いたっていうか、まあ、ちょっと印象悪いよって話して、6番さんそれに乗ったって感じ。で、3番さんの、位置的に何とも言えないんで、まあ、とりあえず2周目かなって感じです。3番さんに触れるとさ、まあ、6番さんの囲いがあるかどうかも全くわかんないって感じですかね。正直印象としてはそんな感じです。9番さんの印象がものすごく良かったかなって感じです。まあ、それで、釣り値上げられなかったら、まあ、印象悪くなるかなって感じ。まあ、自分の首絞めてるなって感じですね。まあ、とりあえず2周目。しっかり上げていきます。はい。8番
のプレイヤーが発言します。はい、よろしくどうぞ。俺が一番最後か。この一周見てね、俺も小学生ばりの感想文を言えばいいのかな。みんな同じじゃん。結構基本みんな同じだよね、言い回しは。まあ直感的にね、俺のね、何も信じれない直感なんだけど、一番怪しいと思ってるの一番さ、例のね、この最初の初心で出るタイミングがどうかなと思ってる。すんごい怪しいと思ってる。占いもね、僕に白出しだっけ。なるほど。一番さん怪しいね。9番のプレイヤーが発言します。はい、一番さん怪しい意味が全然わかんないんだけどっていうところで、だって一番さんって例の一角でしょ。ようわからんのやけど、片白だけどさ、申し訳ないけど、もう8番さんなんか霊能であるなら怪しむ理由はわかるけど、それに関して5番さんも2周目に霊能が出てきた方が神明が取れるんじゃないかって言ってたけど、2周目に出てきたから神明が取れるわけじゃなくて、2周目に出てきた方がいいメリットがあって、人外陣営が1に城を打った場合グレイ1が広まるから、2周目に出てきた方がいい霊能はっていうことがあってもよかったんじゃないかなっていうところ。現状ツリー1上げるんだとしたら、いや、むずいな。むずいけど、全然対抗1だってわかるんだけど、5、言ってる意味が、形のもらってる8はちょっと省くよ。5時点で4かな。対抗1の4っていうのはわかるんだけど、4番さんの言ってることもよくわかんなかったな。印象しか言ってないとか言ってたけど、黒見つけなきゃいけない、どうのこうの言ってたけどさ。なんか、パッとしない。4号でね、私、一人外対抗石だからどっちかいると思ってんよね。だから5時点で4かな。5番さんが強いかなと思ってるかな。1番のプレイヤーが発言します。あ、よろしくお願いします。6番さんは片白なので、今日は6番さんではなくグレーなんですけれども、4番さんっていうのは、9番さんが言った、なんだっけ、人狼位置を探すって言ってたけどって、ちょっとマイナスな感じで発言してたんですけど、4番さんへの印象。私は4番さんっていうのは、白狼を探すのが強いっていうのは、とてもムラリがある発言だと思うんですけれども。で、そこに対して5番さんっていうのが、4番さんは、なんかあんまり言ってなかった。まあそれ6番、私の6番さんも言ってたんですけれども、でも結局5番さんって最後4番さんのことをすごく叩いてるわけじゃないけど、なんていうのかな。なんかそんな大したこと言ってなくないって言いながら、最後5番さん、4番さん、その叩いてた4番さんと同じように3番さんが占い、まだ1人しか出てないけどねって言って終わってるので、別に5番さんも大したこと私言ってないと思うんですよね。だったら白狼一を探したいって言ってる4番さんの方がよっぽどムラリがあるんじゃないかなと思います。なので今日グレー、今日はグレーから言っていいんですか、これは。だったら5番さんかなと。ただ占い精査になったら7番さんっていうのが5番さんと6番さんが4を少し叩いてる感じっていう印象をつけてたんですよね。4番さんは変なことは言ってなかったから5番さんの方が怪しいけれども、7番さんは少し4番さんをかばった感じに聞こえた。5、6が4を叩いてたよね。じゃあ釣りたくないのかなって気もしたけれども、グレーだったら5番さんかなと。3番さんの精査ごめんなさい、ちょっとできなかった。2番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね、今日は片白6、8番さんは釣り位置ではないと思います。ここは占い師に任せて、おそらく流行ってるクロス占いが飛ぶでしょう。明日すべての陣営目線でスッキリさせてくれると思う。だから6、8は精査不要だと思ってるし、ね、ただ俺も8番さんのその1番さんのその例の叩きっていうか、ちょっと触れ方は気にはなりましたね。5番さんも言ってらっしゃったかな、2周目の方が新名、1周目の方が新名。それはみんな個人の意見で賛否両論あってもいいけど、結果的に9番さんの発言時点で1番さんは一角してらっしゃったから、もう1番さんは隠しろなんで、とりあえず
話していかなくて大丈夫なんじゃないかなって思ったんですね。そうです。今日はグレーからで大丈夫です。2、1の進行なんで、加えて言うなら狩人は出るべきです。私も釣り位置は4、5、日本一を明示しようかなって思ってる理由は、どちらかが狩人だった時のことで、ごめんなさい。この発言しちゃって私結果的に非狩人が助けます。でも構わないと思ってます。それでも狩人は出てほしいですね。完全グレーからやったらバンバンザやし、6、8からでもクロス占いを一つしなくて済む。狩人は出る方向で検討しておいてほしいかな。まあ、私目線グレー4、5、9やけど、まあ、9番さんのみ2回聞いたところもあるけど、やっぱり9番さんは現状は釣り位置からは外したいかな。4、5番さんが今後抜群に伸びたら、9番さんも検討には入れますけど、私も4と5から選ぶ方向で考えてますね。その4番さんぐらいかな。もう印象しか言ってないですけど、それは9や2にとっては触れられる人が9番さんなんか特に0人なんで、それで仕方ないと思うんですけどね。初日初週の人、白黒言える人なんで。3番のプレイヤーが発言します。はい。まあ7対抗で出てるけど、強人はほぼほぼないかな。どうだろうな。まあ7まで、使用せずにっていうのはあるのかなっていうのと、まあ、まあ多分、狼で出てるのかなっていうので、8の囲いもね、なさそうな気がするんだよな。グレーの、まあ、9、2、4、5の中にラストウルフはいると思うんだけど、で、1が、5、6が4叩きしてたのについて、8、ん?じゃあ7が特に触れなかったって言ったのかな。で、今のところ5の方が、つらり位置の方が高いのか、5、4、精査で、5が、多いよね、圧倒的にね。どうなんだろうな。4番さんは、なんかいつものムーブだもんね。白狼位置探してそこを釣り落ちたいっていうのがいつものムーブすぎるから、どっちなんだろうな。どっちでも言うもんな、いつもな。4番さんに関して。発言聞かないとな、2周目4号。で、騎士。あ、でも出てきてもいいけども、まあ、センスに任せます。まあ、強人が対抗で出るとは思うけど。まあ、メタになるのかな?まあ、でも、いつもこういう発言、いや、まあ、まあ、メタって思うのはメタでもいいけど、まあ、とりあえず2周目発言聞いてから釣り位置考えます。4番のプレイヤーが発言します。うん。というのが、見たいという観点からすれば5番さんでいいんじゃないでしょうか。私よりも素晴らしい国策をしてたらしいので、白狼じゃないでしょうか。なので、心置きなく5番さんでもいいけど、2番さんは役を透かした。役透かしするってことは、チームプレイしませんってことだから。本来2番釣りでいいんだよ、もう。役のことは考えません。チームプレイはしません。役透かししたら自主投票するぐらいのレベルだよ。本来。走り発言と投票。それが分かってないっていうのが大問題。5番さんが発言伸びるんだったら俺は2番行くよ。役を保護するっていう人間が4号役ありますかって言って自分は須村ですっていう。とてもじゃないけど行動的にもうおかしいよ。村でもね、反省してほしいわ。本来5番に行きたかったけど、2番の行動がね、あまりにもね、3番とか7番が言うならまだわかる。5番のプレイヤーが発言します。9番さんに、言われたんだっけな。なんで1番さんが2周目出てきたらいいかみたいな。2周目じゃなくて、その次の日。例えば、今日1日目じゃなくて2日目に出た方が、僕的には新芽が高まるんじゃないのかなっていう考えで言いました。2周目ではありません。ってことで、2番さんなんて言ったと、透けた話してたの?よくこう、ハーコムレで申し訳ないんですけど、で、8番が1番にちょっとカマかけてたな。袴かけてたんですよね。その1番の方が黒いみたいな。で、その7番が8に白出してるでしょう。でも8番が霊能者だから1番さんに袴かけてるんじゃないかなと僕は思いました。でもその違うんでしょうね。で、4番か2番か9番の中でその釣り位置上げるとしたら、どっちがどれだけ、まあ、9番さんめちゃ考察伸びてるんですよ。まあ、しっかりこうの黒い位置とか当ててるし。2番、4番、
どっちがいいんだろうな。でも2番さんの発言僕ちょっと把握漏れしてたんで、今のところ4番しかないんですけど、その6、あともう1個言いたいのが6番さんの発言、1周目の。全然その、ね、なんて言ってたんやったっけな。3番から白出しもらって、まあ考察伸びてない印象だったんですけど、もうちょっとそこの位置なら考察伸ばしてほしかったなと思う。形論もらってるならね、考察伸ばしてほしかったなと思いました。今日やったら僕は4番か2番なんですけど、正直わかりません。どっちかに入れます。4番か2番。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。俺もね、なんかずっとさっきの8番さんの発言が引っかかってね、まあ、片白だけどね、1番さんが疑ってあたりが格なのにね、うん、どうなんだろうね。まあ、2、4、5だよね。9番さんは確かにね、なんかすごい伸びてるしね、村っぽいんだよね。うん、まあ、でも、どうだろう。どこ行こっか。まあ、なんか5の雰囲気だし、5いっとくか。うん。いいと思います、それで。で、あとは、まあ、そうだね。キューバーさんが、俺の質問に対してちょっと無視してたんで、あれと思った。あれなんでみたいな。嫌われたんかなみたいな。男か女か気になったなみたいな。うん。女だったらモチベ上がって、俺の考察がぐんぐん伸びていく。すごいよ。7番のプレイヤーが発言します。正直6番さんがよくわかんないかな。片白だからって手抜いていいわけじゃないと思うんだけどなって感じです。5番の雰囲気だから5番に行くっていう理由がめちゃくちゃだと思っているし、ぶっちゃけて言ったらあなた今ですら伸びてないのに9番が女だろうと伸びるだろうって話。あと3番さんに関しては1番さんどうするのかちょっと教えてほしいかな。完全にルール無視でしょ。4番さんの動きなんて誰も知らねえし、おめえしか知らねえじゃねえかって話ですけど。正直4、5、9のどれからって言われたら4、5どっちかだと思ってる、これもね。正直そういう発言が出てるから3番さんの色がわかんないってところかな。で、あと俺を強人じゃないって置いた視点がちょっと弱いかなって感じかな。あと、3番さん把握盛りしてて、1番さんが俺に対して、7番が6号が4を叩いている発言で、8番さんは真逆のこと言ってるけど、3番さんはそれについて、1番がそれについて7番を叩いているよねって言ったけど、7番、1番さん叩いてなくて、それでどうなんだろうって話をしてただけなんだよ。って感じかな。正直4号って言われたら、5番さん出てる意味わかんねえんだよな。でも2番さんを釣りたいかって言われたら、確かにちょっと釣りたいかなって感じではある。正直なこと言わせてもらって、借りるが出なかったらマジで、2番さんの役が透けたまんまだからね。スムラなのが透けてるだけなんで。なんとも言えねえな。4号も行きたいけど2も行きたいんだよな。借りる出てくんねえかな、こうなったら。この状態になるときついんだけど。出ねえか。なるほど。ちょっと4号で、4号2の中で決めたいと思います。8番のプレイヤーが発言します。1番ケツだ、俺が。よろしくどうぞ。んだよ、一番は何も言ってこねえな、俺に対して。期待したのに。なんか皆さんから鎌かけたらあなたのよね。つまらんな。一番さんはね、偽物です。ね、一番さん。だからもうね、俺の本心はもうね、1なんだけど、で、俺はもうこれ仕事ね、終えてると思ってんだよ、俺は。だからもうね、本心言えばもう1と8両方つっちゃって。俺は仕事したと思ってるから。一つ連れてるから。これが本心かな。2、4、5ってるから今日はね。俺だろ。いや、俺1なんだよね。1。もうそれしかない。ね、1番さん。全プレイヤー。その疑いには。どんな根拠があるじゃあ死ぬかもしれないけど何言うんだがもういいやってこんな出方で意味で普通に出てくれない、意味でもう普通に出てくれない。こんな出方されてもね、まあ、死ぬかもしれないけど逃がすらいいだけだから別に。俺がよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーはあなたは他のプレイヤーにより追放されました。あのね、8番の勝手な行動が村を破滅に導いたってことだよ。
8番はなんで0ので出ないの？で、8、1に票を入れるべきでしょ。8の発言で。で、グレーに入れてるっていうのはもうもはやもう何も考えてないだろうね。2番は役すかしするわ。8番は例ので出ないわ。誰よりも真っ白い人を釣って、何考えてんの？ほんと。この村は。うん。ま、勝手にして、もう。うん。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。私、頑張ったのに。91番のプレイヤーが発言します。あ、よろしくお願いします。4番さんは白でした。で、ちょっと気になったことがあるんですけど、私は5番さんに行きたいっていうことを昨日から言ってて、で、その5番さんが8番さんのことを8番さん霊能で出るんじゃないのって言ったんですよね。うん、それは8番さんに黒の8番さんに白が刺さってて狂人みたいにしたいくて、7番さんそこに白を打ってる7番さんが狂人なのかなっていうふうにもどうしても思ってしまって、ただ3番さんの7番さん狂人置くのもおかしいんですけど、7番さんの感情論は分かったんですけれども、3番さん叩いてることが別に精査じゃなかった気がするんですよね。これはどうですかね？おかしいですかね？はい。8番さんが私に言ってきたことはごめんなさい。分かってはいたんですけど、CO をされていないので、はっきりと口頭で。で、それで夜に考えた結論がこれだったんですけど、おかしいですか？今日はどこを行けばいいんですかね？私はやっぱり5番さんに行きたいんですけど、5番さんの8の触れ方と、あと私がなんか2日目に出た方がいいっていう理由がごめんなさい、よくわからなかった。2番のプレイヤーが発言します。その例の出るタイミングは人それぞれ考え方が違うからもういいと思う。私は一周目が好きですけどね。その後が考察しやすい時間が長いから早く確定しないと。8番さんって結局例能で出たんですか出ないんですか？今日結果を張らないということはやっぱり出てないでいいんですよね。これ8番さんが例能で出るんやったら1、8の精査やったら1番さん信としかもう思えないですね。混乱させたい。霊能として出る含みを持たせて出ないことも選択できる狂人や人狼に見えますね。今日も霊能結果張ってないからあなたはじゃあとりあえず隠しろ、あの片白で行きますけどね。霊能は一近くの手で行きますよ。で、俺5番さんは黒くないと思う。昨日4番さんに乗っかって2釣りをしたらよかったと思うんですよね、人狼なら。で、4、5やったら私は4に入れたかな。で、3番さんの5占いもちょっとわからない。8でよかったと思うんですよ。今日の行動に関しては7番さんが正解だと思ってるんですけどね。6を隠し論にしてくれた。5が怪しくても一旦は8を占ってミーを取ってから明日5なり、怪しいと思うなら私でもいい。占ったらよかったと思う。だから3、5、黒を結構信用してないです、ね。霊能一角盤面のもう手で話しますけど、昨日グレー言った限り霊能結果が白なんで今日は占い式目打ち盤面です。3を真と思うんならその黒先の5。7を真と思うんだったら3。5と3から選ぶべきです。私は3にせたと思ってるんで3に投票予定ですが変わる。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。7と1から、7を狂気してるって、俺狂気してないからね。普通に言ったじゃん。うん。7、今日とかで来るわけはないよね、みたいな。うん。ついに7、そこまでローは守、なんだっけ、待つかっていうのと、まあ8、うん、がまだいるから、8が使用するならわかるけどっていうので、俺、7は
狂気してないからね。うん。7と1、そこを間違ってるよっていうとこ。で、8はね、俺8途中聞き逃したんだけど、で、1釣りをしてたから、俺8、太鼓で出たんかなと思ったけど、結局出なかった。うん。そういうムーブがあったから、もう8をね、狂気してんだよね。7、5で、いや、で、5ね、占い師だと思ったんだけど、5、4あたりが占い師と思って、うん。まあ、7が強靭なら、まあ、8号なんだけど、まあ、ほぼほぼ7ローでしょ。うん。で、8はね、普通にね、あの、7が、白っぽいところ一応言っただけだと思ったんだよね。で、5占ったら普通に黒だったんだよね。うん。いやー、これね、3釣ったら、5、7、8、残るから、もう PP を切るよ、これ。うん。いや、普通に白が二人連れてるからね。やばいよ。普通に、まだ三人外残ってると思うよ。四級が強靭じゃなくて、八が強靭だと思う。で、五七、ローだから。まあ、五三のランで行くなら、俺は五行きたい。五番のプレイヤーが発言します。自分目線も三黒確定なんじゃないですか？人外確定、村人外確定なんで、そしたら三人狼で、あともう二人狼俺ってことでしょ？で、六白、四白、九、一、一。ああ、いや、自分、一番さんに言われたんですけど、八番さんがなんか出るんじゃないのみたいな言ってたんですけど、その、ね、八番さんが言ってたことに対して、なんか、ね、そういう風に聞こえたから聞いただけで、あなた、霊能者じゃないなとは僕聞いてないですよね。なんか言いませんでしたみたいな感じで雰囲気で聞いただけなんで、はい。これ、釣り1になると僕3しかありえないんで、1、八番狂人で、三人狼で、1、ああ、ちげえ。どうなってんだ？今日釣り1に開けたし、僕3番釣ってから、で、7、ボーラーして、で、2はもう隠しろ、なんかな？ 6 しろ、6も隠しろか。6隠しろ、で、3人狼、あ？いや、もういいや、今日とりあえず3番入れます。6番のプレイヤーが発言します。俺は7入れよっかな。なんでかっつったら、まあ、なんか、7、8、5のこの3ペアが強く見えたから、逆に3がローだったら見えないな。1はもう、あれじゃん、確定のあれじゃん、多分。もう8嘘ついてるから、そうっぽく見える。張ってないし、結果を4番の。で、1が本当の霊能者と考えたら、もう、ね、3のラインがね、3個見えないから、まあ、32、7、8、5で、まあ、だから芯に置いてるってだけだから7釣ります。で、俺は、隠しろは俺だけだよね。2も隠しろなの。使用したっけなんか、はくもれだわ。まあ、使用してたなら余計にもう、3のあれがないからね。7でしょ、これ。7でちゃうよ、俺は。止まらないよ。僕は7行きます。3はラインがどうしても見えない。7です。7番のプレイヤーが発言します。ジョークでしょ、6号。6号どっちも把握もりだし、2なんて隠し色でも何でもないけど、俺目線2が確定黒だけど。2番さんも2番さんで全く場面把握できてないけど。何この村。5、6、把握もり、2番さんも把握もり、3番さんも、結局2番さんも。何この村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 。意味わかんないんだけど。俺目線2、3、ローローだけど。てか、6番さんに言うけど、俺もし5、7、8じゃないけど。人狼人間だったら、狂人と連携なんて取れないけど、どこで、8番さんのムーブで難しくないか、まあ、連携もクソもないと思うけど、取れませんけど、狂人と違う。俺、ヤイコだったら蹴ってくれ、もう。どうでもいいわ、もう。8番さん、狂人にしか俺も見えないよな。次の試合やるかな。一つ。何わかんない試合になってんねこれ。後ろ出してるけど。次の試合になってる。
いや、もうようわかんねえ部屋だから、もう期待しない方がいいよ。もう期待するだけ無駄じゃん。もう、俺怒りを通り越して黙ってたけど。うん。七番が死ん、七日さんが死んだったら噛まれちゃいけないから俺黙ってたわ、騎士は。うん、騎士は伏せたわ。乗っ取られてもしょうがねえから、もう。8番のプレイヤーが発言します。あ、よろしくどうぞ。うん、変わらず1がね、あ、1、3、これ人狼か。うん、これだけは分かった。うん、はい、じゃあ俺ね、今こそ言います。俺霊能者でした。あ、狂人っぽい動きなんでしょ。うん、ずっと流れ見たんだけどパッとしねえから出た。うん、言いましたよ。はい、でね、4番さん、これ白だった。結果ね。だからもう最初から言った通りね、1、8はもう俺も釣っちゃったかも構わないし、うん、1は釣れたから、俺はこれ仕事終えてるから、うん。ね。3番もこれ人狼、うん、3、1買って、うん。だから今日みんなね、あれだから3人じゃね、とりあえず。うん。以上かな。うん。1、3は人狼、うん、終了。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。はい。投票先見たらわかるよね。587。で、1は8。なんで8入れるかな ?8 強人でしょ、1番。うん。2は5に入れてる。2、5か。まあ、6が7って言ったから俺7に行ったんだけどね。そこは連携取れてないな、村が。ダメだな。うん、8強人でしょ?もう言っていいんじゃない?うん。5、7、ローで、まあ8か1か強人。うん。もう負けだよ。うん、8番釣らない村があったら決まってんだろうよ、こんな村。6がね、7って言わんかったら、まあ2と一緒に5言ってたんだけど、俺5って言ったもんな。で、6が7って言ってしまったから俺7に行ったんだよ。で、2は、うん、多分、3と6がまあ、言ってたからっていうので、まあ3が5っていうのを言ってたから5に入れてくれたんだと思うけど、1がね、8入れてんだよね。8じゃないでしょ、そこ。7か3でしょ。いやー、これもう負けたよ、普通に。強人残ってるでしょ ?1 か8なんだからね。もういいや、負けだよ、負け。5、7、人狼だよ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。3、2か、わかんねえ。5、7? っていうかよ、こういうプレイして、結局、騎士するっていう村ってすごいよ、もうほんと。相入れてるよ、もうこれ。勝てばいいけど、3が死んだったら負けなんだけど、3が2世だったらまだワンチャンあるんだけど。夜が明けました。それにかけるしかないっていう展開だね。昨夜は、1名の方が亡くなりました。もう驚きの展開だもん、これ。2番のプレイヤーが発言します。2か6に集めてください。私も一緒かな。57ローの8強人にしか見えないかな。あんまり本当のことは言いたくないですけど、昨日は本当に37から選ぶ場面ではないですよ。まあ、7は結果的に人狼だったけど、3や7っていうのはあの時両陣営の目線で強人もあるから、5を含めなきゃ、3が死んだ時黒だから。が3が死んだら5投票だし、7が死んだら3投票。3、5で2分の1の方が良かったと思うし。一番最初はそう誘導したんですけどね。まあ、本当のこと言っても、誰も得しないですけど。いや、自分もでもミスリードしてたっすね。4番さん釣っちゃったところが、4番さんも村やったっすもんね。はい、陣が上手でした。ありがとうございました。あ、釣れるんなら、私は一応7に投票しておきます。負けだと思います。5番のプレイヤーが発言します。え、なんで負けたの?え、これ7釣ってローラーすればいいんじゃないの?え?どうなってんだ?
え、なんでこれ村負けたの？まだ勝てるよ。諦めちゃダメよ。頑張ろうよ。もう意味わかんねえんだけど、3番から黒もらってて、もういいわ。村のレベル的な問題だから、もう俺はもう疲れてたわ。もう、して、まあ一番さの練習、まあ一陣が釣れると思うんで、だから別に俺は何も言わないけど、もう一陣が。意味がわかんねえんだけど、5番よ。もう狼だったらもう言ってくんない。あなた5番が黒出されたのね。7死んだのに7詰めるって意味わかんねえんだけど。5番さ言ってることめちゃくちゃよ。だって3からさ、黒出されてさ、もう3裏だかったら7が絶対死んじゃうな、ダメせん。いいの試合行こう。もういいね。5なロロ、7が言ってるけど多分、入れてくるぜ。昭和合わせ入れてくるぜ。まあ負けか。まあいいよ、俺も7入れる。はい。7番のプレイヤーが発言します。すいません、充電っていうか、なんか普通に落ちました。申し訳ないですって感じなんですけど、まあなんか、まあ、じゃあどうしよう、どこ行こうか。じゃあ6番さんに合わせてください、8番さんって感じかな。そんな感じかな。ちょっと3番さんのラインどこに設定したか全然迷っちゃって、6に白出しちゃったんだよね、普通に。てか、人海陣営が上手いわけじゃなくて、正直なこと言うと、死亡履歴とか見てもらったら俺投票してねえし、1日目とか。そこ突っ込まれてなかったかな、なかったかなって思っちゃったから、途中で。3番さんもそこ見れてなかったのが一番村としての範囲なんじゃないかなってちょっと思いました。ただ9番さんの狩りとか露骨すぎるぐらい見えてたところかな。そんぐらいかな。8番のプレイヤーが発言します。もう1がなくなってるから俺でいいんじゃないの？最初こう言った通り。仕事終えていくから。俺でいいんじゃないのかな？なんだよ、この村。どうせ勝つけどさ。いや、わかんないよ。5番がやらかすかもしんないし。何この村。まあ、どうせ勝つけどさ。5番がやらかすんじゃない。何考えてんの、これ。あ、でも勝ちは勝ちか。勝ちは勝ちだよ。ちょっとマジで何してるの？なんで、どこに入れたの？なんで、5番さん6番って言ったじゃん。なんで？まあ、8番も6入れりゃいいやん。なんで？5番が先からハーク漏れしまくってたりして。なんで？いや、もう6か2を8かむかもしれないよ、これもう。真面目にやってくれ、もう早く終わってくんね、もう。6番行ってよ。多番劇はいいから、もう早く終わってくれ、もう。疲れた、次の試合。そんな感じか。え、マジで勝ち確やったのに、5番さん。6番行ってくれたら終わってたよ。まあいいや。まあ、8番にも見えるけど。とりあえず、まあ、2神かな。2神が一番安定かな。あ、違うか、6神か。一番安定で言ったら。一番安定は6神だね。2がスムラ使用してるから。まあ、6狩りの可能性がちょこっと残ってるからね。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。いや、まだ時間かかるわ。もう本当まだ時間かかるわ。これします。投票割れでも逆のバージョン言ったら分かったわ。これ、7黒だったわ。7黒ね。7黒です。なんだよ、俺仕事困っちゃったの。俺以上だね。2番のプレイヤーが発言します。はい、ガオーです。まあ8番さん分かってくれてるとは思うんですけど、まあ自分でもいいっすよ。自分が安定、まあ今日じっと最後2人残ってフィニッシュしたいし、5行ってくれたらいいかなってとこっすね。まあまあ安定で自分でもいいっすけど、私は5行っておきますね。5番のプレイヤーが発言します。ええ
俺人狼じゃないよ。何やってんの？どっちでもいいよ。どっちでもいいよ。あのさ、8人入れれば勝てんのに何やってんの？ほんとにどっちか死んでるよ。早く待ってくれない？まあそのままでも勝つから、どっちでも。ほったらかししてれば勝つから。うん。あのさ、7号なんでしょ、もう。早く終わらせてくんね。7号だったら。なんだこれ。2番のプレイヤーが発言します。早く終わらせて、2番なのかわかんないけど。まあ夜噛むから、別にそのまま放棄でいいっすよ、8番さん。まあ、分かってたでしょ、8番さん。明らかす村の4とか釣りをしたところとかね、うん、本当に決めきれないなら放棄でいいっすよ。噛んで勝ちだから。てか7番の占い結果を言ってないから、狼で7号なんでしょ、もうこれ。何やってんの分かんないんだけど。7号って言ってたよね。7番、7番が狼だって言ってて、6って言ってて7号って言ってんだから、もう5でしょ。だから、わけわかんないこと、まあ、もう8は黙ってればいいだけだから。うん、8が分かってたな。投票が終了しました。うん、だって5、7って言ってんだから。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。やったやった勝った、人狼陣営の勝利です。勝った勝った、やった、あ、1強人なんだ。一強人